今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録、厳選勝負レース水晶馬大公開のお時間がやってまいりました。はい、ということで今回は5月27日土曜日に行われるレースの中から厳選勝負レースをピックアップしまして、いつも通り血糖、ラップ2つの面から分析をした水晶馬を公開していきます。はい、それではまずは5月に入ってからの水晶馬の成績振り返らせていただきます。全体の成績ではかなりいい数字をキープできているのかなといった感じなんですけども、5月前半の絶好調にちょっと陰りがここ最近出てきてしまっているかなといったところです。それでも単勝副勝ともに回収率が 100% を大幅に上回ることできていますので、なんとかこの調子をキープできるように5月最終週頑張っていきたいと思います。先週のオークスでは2番手評価としたドゥーラが15番人気ながら3着と大激走してくれたんですけども、本命に挙げた新緑化が5着に終わってしまったため馬券を取ることはできませんでした。リバティアイランドかなり強かったですね。2着だったハーパー、4着に激走したラベルについても拾えていましたので、ちょっと悔しい結果に終わってしまいましたので、今週については G1 レース、ダービーも含めてしっかり取り返していけるように頑張っていきますので、今週もぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは5月27日土曜日の厳選勝負レースはご覧の通りです。東京7レース、東京8レース、京都10レース、東京11レース、そして京都11レース G3 葵ステークス、こちらの5つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして水晶馬をお届けしていきます。なおこの動画では東京7レース、東京8レースの水晶馬を発表させていただきます。京都10レース、東京11レース、京都11レース葵ステークス、こちらの3つのレースの水晶馬につきましてはメンバーシップ限定での配信とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは水晶馬の発表に移ります。まずは東京7レース、芝 1400m で行われます、3歳の一勝クラスのレースですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは、7枠10番の、シャドウフューリーですね。現在13頭中8番人気と、かなり美味しいオッズになっております。こちらのシャドウフューリー、イスラボニータ3区なんですけども、もちろんまだまだデータサンプル数は少ない現状ではあるんですけども、イスラボニータ3区この東京芝 1400m ではご覧の通りめちゃくちゃ高い高走率をマークしております。特に距離単色で出走の際、かなり好成績と、なっておりますので、このシャドウフューリーですね、前走東京芝 1600m のレースに出走ということで、今回距離単色のこのデータに合致するような、形となっております。その前走東京芝 1600m のレースで9着と大敗をしてしまっているんですけども、前半3ハロン34秒0とかなり速いペースで逃げて失速をしてしまった形ですね。この馬ずっと 1600m 以上の距離しか使われていないんですけども、前走の内容を見ると距離短縮で良さが出てもおかしくないんじゃないかなと思っています。前走は休み明けだった部分もありますし、今回短期逃げが見込めそうなメンバー構成で、なおかつ内前が残りやすい C コースが代わりということで、今回距離短縮でかなり、粘りが増しても、おかしくないんじゃないかなと思っています。現在出走13頭中、8番人気と、かなり美味しいオッズになっています。穴馬ですが、好走に期待して推奨馬とさせていただきます。はい、続きましては東京8レース、ダート 1600m で行われます4歳以上1勝クラスのレース。こちらのレースで推奨させていただきますのは、6枠12番ホワイトクローですね。このホワイトクロー、ヘニーヒューズ3区なんですけども、この東京ダート 1600m でヘニーヒューズ3区のボバセンバ、5枠から8枠、真ん中より外の枠に入るとご覧の通りめちゃくちゃ高い好走率、回収率マークしております。今回6枠12番ということで、このデータに合致するような形ととなっております。このホワイトクローですね、前走も前々走もその前もですね、ずっと東京ダート 1600m 使われているんですけども、ここ2走はずっと内枠でしたね。それでいて3着と構想していますので、今回いい条件に変わってくるんじゃないかなと思っています。そもそもこのクラスで2着1回3着4回と実績上位の馬ですので、この構想条件に当てはまる形となれば期待できるんじゃないかなと思っています。ヘニー・ヒューズ3区だけに前走からちょっと間隔を詰めてきた点は気になるんですけども、この中間早い時計2本出せていますので、状態面では問題ないんじゃないかなという判断をさせていただきました。なかなか勝ちきれない馬なんですが、明らかに実績上位だという点もありますし、今回ヘニー・ヒューズ3区絶好の狙い目条件ということで、突破に期待して推奨馬とさせていただきます。はい、以上東京7レース東京8レースの推奨馬を発表させていただきました。京都10レース東京11レース、そして京都11レース G3 青いステークス、こちらの3つのレースの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定での公開とさせていただきます。メンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内に推奨馬の書かれた画像をすでに投稿済みとなっておりますので、メンバーシップにご登録していただいている皆様は YouTube コミュニティ内の投稿画像において推奨馬をご確認いただきますと思います。すでに画像投稿済みですので、そちらでご確認ください。メンバーシップにご登録していただいていない方はですね、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録をご検討いただければ幸いです。メンバーシップにつきましては月々390円でいつでも辞めること可能となっております。いよいよメンバーシップ登録者100人到達目前となっております。本当にたくさんの方々にご登録いただきまして嬉しい限りです。このところの絶好調で新規にご登録いただく方も増えてきまして、また以前に登録していたんですけども一度解約してまた戻ってきている方も多く見受けられる状況となっておりますので、引き続きですねこの好調をキープしてたくさんの方にご登録いただけるように頑張ってまいります。もちろん明日のレースにつきましても一部のレースについてはメンバーシップ限定で推奨馬公開させていただきます。ぜひこの機会にメンバーシップご登録ご検討ください。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ダービーにつきましては事前考察の動画をすでに公開済みとなっておりますので、まだご視聴いただいていない方はぜひそちらの動画をご視聴ください。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。土曜日の推奨馬については、この動画で2頭、メンバーシップ限定で配信させていただいた推奨馬が3頭ということで、合計5頭の推奨馬上げさせていただいております。また明日日曜日につきましても一部の推奨馬についてはメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。今週もですね1頭でも多くの推奨馬が構想してくれることを心より祈って、この動画の締めとさせていただきます。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今週も競馬一緒に楽しんでいきましょう。